日置城は、尾張国愛知軍日置村、現在の愛知県名古屋市中区松原にあった、日本の城。もともとは、平安時代に開かれた荘園、日置層の拠点であったと言われるが、遺構などは全く残されていない。つい記念、築城者のいずれも不明。城主も、小田広さだと、小田忠広の二節がある。工房大師を手植えとされ、 樹齢千年以上とも言われる樹高二十メートル、幹回り七メートルの奥スがある。織田信長が出陣に際してこの大樹に戦勝祈願をしたとも伝わるが、この部分については、近在の日置神社の話と混ざっている可能性もある。なお、城石とされる範囲は、堀川東岸の厚田大地の園に位置しており、日置城跡、及び、旗子町遺跡という埋蔵文化財放送地と、 なっている。旗子町の地名は、江戸時代に朝鮮通信使が名古屋を通った際、月間の野の宿泊所がこの付近に置かれたことに由来するという。雲流神社とのオークスこのオークスをご神体として、雲流神社が置かれ、地元では、楠木さんと呼ばれて信仰されてきた。1945年3月の名古屋大空襲で、焼かれて、幹の大部分を失い一度は枯れかけたが、 その後新しい芽が出て生き延びたこともあって、戦後の復興区画整理事業でも売却されることなく、市の保留地となっていた。2002年秋、名古屋市が木を伐採して土地を売却することを地元に通達したが、市民からの反対の声が上がったことから、神社は廃されたものの、松原緑地として大楠は残された。旗子町遺跡ではこれまでに、石属や水域編、 中世の陶器編などが見つかっており、縄文、弥生時代から中世に至る集落跡と考えられるという。旗子町遺跡の周辺には、縄文時代晩期の祝い通海図が弥生から古墳時代の集落遺跡と言われる松原遺跡などがあり、楠の木の根元に位置する盛り上がった地形から、この場所は、大須双子山古墳を主張墳とする。 大須古墳群の一つと推測されて、雲龍神社古墳とも呼ばれていた。神社の緑地下計画に伴って、大須の枝を支える支柱の設置が行われることになり、森土の一部とその周辺を対象として2004年2月から約1ヶ月間の発掘調査が行われた。縄文番記や生い諸島の縄文文系土器編や、弥生時代後期の高月、壺の破片などが見つかったものの、 中世の山茶碗や鉢などが主体で、金世の瀬戸、美濃焼きの陶片なども出土するなどしたことから、現在では古墳ではなく、金世から古くとも、中世以降に築かれたものと考えられている。ありがとうございます。